はい、こんにちは、道端です。今日はですね、Facebook の新しい機能、ハッシュタグについて、ご説明したいなと思います。ハッシュタグっていうのは、Twitter にもあるように、シャープから始まる一つの会話を、このタグで、これ私の Facebook 見ていただけますか。一つの言葉でですね、つないでいく。まあ、これがあるとですね、Twitter の時もそうなんですけど、より多くの方と、このハッシュタグを使ってですね、まあ、会話を一括りにしたりすることができます。でこれ、具体的にどういうことっていうことなんですけどね。Facebook っていうのは今までは、まあ、友達の友達。まあ、一般公開されている人はどんどん伝わっていくんですけど、それをですね、一つの会話をつなぐごと、例えばこれ、実際に見ていただきますね。例えばここに、私、大阪の、ニュージアムショップのこの投稿をシェアしているものがあります。まあ、ここに、例えば、大阪、スラッシュ大阪、スラッシュジャパン、スラッシュフェイスブック、ツイッター、道芝田。こういった、会話でつなげていくわけです。例えば、この大阪のやつをクリックしますよね。今、このスラッシュ大阪をつけてですね、つぶやいている会話をですね、集めていくわけです。例えば、この、会話ですね、借金なんだろう。金沼不況社会怪しい。こう、大阪のハッシュタグをつけてつぶやいてる人とか、このハッシュタグをつけてつぶやいてる人の会話がですね、重なっていく、かぶっていくっていうかね。例えばこちらの人なんかね、ひろき工藤さん、大阪に行きます、スラッシュ大阪みたいな。こういう場所を特定したりとかね、ツイッターの時の場所、それから今、時間帯、now playing とか、now 今とかですね。今どこどこにいるよ、ディズニーにいるよとかね。ハッシュタグでその見知らぬ同士がつながり始めるわけです。自分の投稿を読んでもらうことができるし、より多くの人と膨大な数につながっていく。これを一つのツール、これが Facebook を持ったっていうのは、一つまた大きな進歩。まあ、次のステージに来たかなっていう気がしますよね。Twitter の時もこれがハッシュタグが活用できて、初めて、いろんな人とつながり出したということがあるんで、このハッシュタグ、例えばジャパン、これもう一回しますよ。ジャパンをつけてやってる方、これ会話がつながり出すわけですね。そしたら、まあ、フォロワーの方とか、だけではなくて、いろんな方とつながりが、新たな、こう、情報の発信のツールとして、Facebook が使えるようになったということなんですよね。一度ハッシュタグね、使ってみていただいたらと思います。今日はハッシュタグの使い方。これによってね、Facebook のファンを増やしたりすることも可能ですんで、ハッシュタグちょっと注目してみてください。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。